はい、こんばんは、イトチャンネルです。えー、8月30日になりましたね。えー、いかがお過ごしでしょうかもうあの8月もあとね、1日ちょっとで終わるんでね。えー、まあ9月になったとこで何かあるかっていうと、まあね、なんか9月になったら秋になったなって感じしますよね。えー、秋といえばね、味覚の秋なんでね、えー、今年こそはね、サンマが高級魚にならないことを願うんですけど。 僕ね、北海道に住んでるときね、サンマはね、めちゃめちゃ貧乏学生にとってはね、あのー、すごい役に立つ食材でね、えー、スーパーにね、よく買いに行ってましたね。あのー、発泡スチロールの中にね、もうね、2、30匹入ってる状態で、1000円とかね、それぐらいで買えるね、食材だったんですよね。それをね、よくね、北海道でよく買って、もう貧乏学生だからね、それ冷凍したりとかね、あのー、いろいろ30匹をね、ちゃんとね、あのー、よく煮つけたりしてね。<laughs> <laughs> よく処理したなと思うぐらいで。まあ、塩焼きがね、僕一番好きですね。サンマといえばね。塩焼きでね、僕ね、内臓もいっちゃう人なんですよね。結構あの苦いやつも好きでね。うん、まあでも今年もね、食べたいですね。えー、食べれるかななんて思ってますけどね。えー、秋以外のね、サンマってちょっとパサパサしてるんで <laughs>、あの、このね、旬の時期のサンマね、ぜひ食べてみたいななんて思っております。えー、食べたい。うん、まあいっぱい食べたいですね。もう、発泡シロール買いまたしたいぐらいですかね。えー、ぜひ皆さんもね、 発泡スチロールで、ええー、ぜひね、あの、付きで売ってるようなね、大人買い、サンマの大人買いしてみてはいかがかな、なんて思っております。はい。ということでね、えー、今日はね、何するかというと、えー、今日はね、バングットさんの提供でいただいております。で、えー、と、本日は、ここに見ての通りね、シャオミ i のね、ポコ X3 Pro っていうね、えー、スマートフォンですね。左側の方です。こっちですね。これがポコですね。 ポコ X3 Pro っていうやつと、えっ、ー、と、ゲーミング、ゲームシリ、シリっていうのがシシアっていうんですかね、ゲームシア、えー、X2、えー、タイプ C、これですね。こちらの、このコントローラーの部分ですね。えー、これのね、セットで、えー、今日はね、あの、PR していきたいなと思っております。というのもね、これね、実はね、視聴者さんからお話があって、このポコ X3 Pro がね、 もうね、神だと。<laughs> これは、神のスマホだと。神様が使うスマホだというお話があってね <laughs>。えー、ぜひね、僕のチャンネルでも紹介したいなと思って、えー、バングットさんにね、相談の、相談乗っていただいたらね、わかりましたと。あの糸、ー、チャンネルが言うんだったら。 あの、提供させていただきますということで、えもうね、視聴者さんのね、あの、意見からね、えコメントから、え成り立った企画でございます。えで、この二つを使ってね、何をするかというとね、ゲーミングスマホを作っていこうということで、スマホってね、いつもまあ、電話じゃないですか、フォンだからね、スマートフォンだから電話なんですけど、もう今回はの、このポコ X3 はね、電話としては一切使いません。はい。 うん、これはもう決めてます。なので、電話として使わずに、もうゲーム専用でね、専用機として、えー、こいつを組んでいこうと。しかもね、安価だっていうことですごくね、値段がね、そんなにかかってないです、今回のやつね。えー、それで、プレイステーション2を、 ね、ぜひ動かしていこうというお話でございます。まあ、今日はね、プレステさらっとね、えー、商品説明して、プレイステーションのね、エミュレーターをさらっと動かしてみようかなということで、まあ、動くかどうかっていうところも含めてね、えー、見どころでございますので、ぜひね、最後まで見ていただければなと思っております。じゃあね、早速ね、まず商品説明の方、えー、行かせていただきます。はい、じゃあまずね、えー、X2 の、えー、タイプ C タイプのもの。 タイプ C って USB の C タイプの話なんですけどね。こちらのコントローラーの説明をしていきたいと思います。で、対応機種はね、Android、えー、接続は Type-C です。まあ、これはそうですよね。で、こちら今日使うんですけど、他にもね、Bluetooth 版っていうのが出てて、えー、今回 Type-C のものを使っております。で、寸法の大きさとしては 46×113×192mm ということで、まあ、 えー、これね、あくまでもここ伸びますんで、ここのね、左右がビローンって伸びるんですよ。ビローンって伸びて、えー、そこにスマホを挟むといった感じです。で、サイズ感的に 167g ということで、まあそんなに軽,軽いかなって感じですね。167g だったらそうね。 ええー、まあよくある RG シリーズとかとそんな変わんないサイズかななんて思っております。ええー、こんな感じなんですけれどもね。ええー、特にね、これといってなんか話あれもないんですけれども。じゃあね、早速ね、こちらの方の商品、箱とかね、見ていこうと思います。はい。じゃあこちらの商品ね、えー、届くとこんな感じになってます。もうね、届いた時点でボッコボコなんですよね。 <laughs> まあ、しょうがない。これはね、中国から送られてきてるから。これね、僕がね、ボッコボコにしたわけじゃなくて、もともと送られてきてる時から、こんな感じです。で、この中を開けるとどうなってるかというと、実はね、あの、別に箱ボコボコでもいいんですよ。なぜかというと、ハードケースに入ってるから。うん。こういう感じのね、ハードケースに入っております。で、この中を開けると、 このね、あれが入ってるんですけど、もう僕ね、開けちゃってます。で、中開けるとこういうね、説明書が入ってますんで、まあこれで使い方がはい書いてあるんですけど、そんなにね、難しい話じゃないです。もうね、そんなに難しい話じゃないんで、えー、別に説明書、今日は説明しないです。で、実際の製品がこちらですね。うん。見ての通りね、あのー、もうシンプルな、ニンテンドー、スイッチ、 スイッチのちょっと縮めたような感じですね。すごいちっちゃくて、えー、持ちやすいです。で、えー、こんな感じでね、ボタンもカチカチタイプのボタン。LR はね。で、くるくるくるって感じで。で、アナログスティックがこんな感じでね、RG350 のアナログスティックに似てるかな。で、ここもちゃんとね、ボタンもついてて、で、4つボタン。うん、なんかね、すごくね、RG シリーズに近い感じのね、 ボタン配置なんですわ、これってね。RG351 とかね。RG、RG350 とかね。そういうところのボタン配置に近いです。うん。で、ここに t y p e C のものがついてて、ガツッとさしていくっていう感じのものでございます。で、ここにスタートボタンとか、セレクトボタンとか、あとホームボタンと、これはね、カメラのボタンですね。画面のね、シェア、画面をね、 あの、スクリーンショットを撮ることができます、このボタンで。っていう感じでね、かなりね、いい感じのものになってます。握りやすいです、すごく。うん。で、こいつをね、ぐるーっと見ていくとね、裏側にね、このグリップがあってね、これがね、結構大きいですね。これすごい持ちやすいです、このグリップがあることで。だからね、すごく手にフィットするっていう感じがね、しますね。うん。全然持ちにくいなって感じたことはないですね。で、こいつをね、 スマホをここに入れてガチッと伸ばしてガチッと固定するっていう感じの使い方です。でね。 あの、ここにね、あのー、タイプ C の挿すところあるんですよ。ちょっとフォーカスボケてますね。えタイプ C 挿すところあるんで、なんと充電しながら遊べるというね。<laughs> ここにタイプ C 挿して、携帯をね、充電しながら遊べるといった感じです。で、なおかつここのね、給電される、こっから給電されることにで、ね、ここにね、接続状態がどうなってんのかとかね、そういうところもわかるようになってて、青が点滅してれば接続してなくて、青が普通に ポンとついていれば、接続してますよっていうことで、あの、すごい簡単です、使い方。うん。で、これバッテリーとかじゃないんで、あの、刺せば使えるっていう感じです。もうすぐ刺せば、以上っていう感じなんで <laughs>、すごいシンプルです、これ。で、あとはね、エミュレーター側でコントローラー設定、コントローラー繋いでるのと同じ設定になるんで、そこだけ設定してあげれば、あともうこれ普通に使えます。うん。だからすごい便利です、これ。はい。 というもので、ボタンのね、感じもすごくね、扱いやすいですし、はい。で、あの、カチカチタイプですごくね、使いやすい感じで、もう左右のね、アナログスティックという感じでございます。はい。というのが、これがね、商品紹介です。えー、ゲームシェシアっていうのかな、シア X2 Type-C の、えー、説明になります。はい。ということで、次のね、えー、説明いきますね。 じゃあ続きまして、えー、スマホの方ですね。スマートフォン。ポコ X3 プロさんのね。 プロですね。ポコ X3 プロのせ、えー、スペック紹介の方をしていきたいと思います。こちらがね、すごいです。あのー、もう見てパッと出しますけれども、えー、っと、アンドロイはね、え n d r o i d 11ですね。で、それに基づくポコ用のものに書いてまして、これ、シャオミのね、シャオミ i っていう会社の、えー、ファームウェアになってるみたいですね。に基づく MI、シャオミ MIUI12 っていうのを使ってるらしいです。まあ、基本的にね、Android と一緒です、すすででもね結局11が入ってますで CPU がスナップドラゴン860、オクトコアっていうものが入ってて、まあなんかスナップドラゴンって結構ね、最近よく聞きますけれども、まあいい、いい CPU なんじゃないですかね。<laughs> 僕もあんまり詳しくないです。最大 2.96GHz で、えでアドレ、アドレの、 アドレの640って言うんですかね。はい。GPU を使われているといった感じでございます。で、これね、2タイプで出てて、この Poco X3 Pro っていうのは2タイプ出てて、えっ、ー、とね、ラムがね、6GB とね、8GB2 つ出てます。えっ、ー、とですね。 えー、こっちですね。ここですね。ちょうどここの部分。6GB のものと 8GB のものが出ているということで。まあ、2バージョンって若干高いのがこっちの赤い方になります。8ギガの、えー。で、ストレージの方が、ロムが 128GB と、えー、256GB。2つ出てて、まあ、若干赤,赤枠で書いてあるんですけど、2バージョンってちょっと若干、あの、容量が高いものを売ってるといった感じですね。容量が、高容量のものが2種類出てるといった感じで、ただね、SD カードにね、1TB の SD カード 対応しているので、まあ、こちらの方でストレージ追加できますよっていう感じですね。うん。 で、画面が6.67インチで、えー、20対9の画面ですね。<laughs> どういう状態やねんと思うんですけどね。僕も最近ね、スマホもね、僕も2、3年全く買ってないからね、今どうなってんのか全然わかんなくてね、20対9ってどんな画面やねんっていうね、<laughs> めちゃめちゃ長いやんなんて思ってね、えー、思っております。で、2400×1080 ピクセルという感じです、まあ。結構高解像度な感じですね。で、言語はもう当然日本語も対応可能になってまして、で、バッテリーが516 26mAh っていうのかな、対ピーカールで、てていう感じで、で、急速充電にも対応してますで。カメラがね、最近すごいんですよ。カメラがめちゃめちゃついてるんですけど、まあ今回ね、あんまりゲーム機として使うんでね。<laughs> もうゲーム機として使うんで、あんまりカメラ気,気にしてないです。なんかめちゃめちゃついてるなぐらいに思っていてください。で、ウルトラワイドナイトモードもついてるし、まあ、ここら辺ね、いろいろついてるんで、まあ、 まあ悪くないかなといった感じ。さっき後でね、ちょっとね、あの、表面見、お見せしますけれども、ボトムズみたいになってます、もうね <laughs>。キリコが乗ってたボトムズみたいなね、え、感じになっております。で、あとね、え、サイズ質量なんですけど、215g ですね。え、っていう感じで、さっきのね、え、ゲーミングのあのコントローラーと合わせると 400g 切るぐらいですね。400、300、300、 370g ぐ,ぐらいになるかなっていう感じでございます。で、これのね、すごいところがね、アントゥートゥベンチマークっていうんですかね。アントゥートゥで合ってますかね。ベンチマークの一般的にやってるやつで、これ、ね、僕インターネットで調べてきた値をここに載せております。で、えー、っとね、2タイプ出てるんですけど、1つが55万。まあ、すごい。 これすごいらしいです。このアトゥーのベンチマークとして、この55万っていうのはもう最高クラスらしいです <laughs>。で、えちょっとね、2バージョンあるメモリ容量が多いタイプが57万なんですって。で、ほぼほぼ変わんないぐらいなイメージだと思います。で、GPU スコアが、えっと、19万と20万ということで、 えことになってて、じゃこのベンチマークテストのね、結果としてどんな感じなのっていうことで、これがね、一覧表です。ベンチマーク、さっき言ったバージョン9のスコアだったんですけど、どこに該当するのかというと、これだん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 ね、上に行けば行くほどね、レベルが上がっていくんですけど、 いい感じになっていくと。まあ、サブの期待必要最低限だったりね。軽いゲームクラス、重いゲームをなんとか動かすとかね。まあ、これもヌぬるぬる動作に不満なしっていうところなんですけど、今回のね、製品ね、あの、ポコ、ポコさんね、名前の割にはね、いやいやいや、名前の割にそんなにね、大したスペックじゃないんじゃないのって思われがちなんですけど、ここに該当します。もう最高スペックのところにね、今回のやつ該当してますんで、あ、これたけんじゃねえのっていう話なんですけど、もうね、このね、 もうこれ絶対高いでしょって話になるんですけど、まさかの驚き価格になりますんで、もうね、最後にね、値段発表しますんで、ぜひね、皆さん見ていただければなと思っております。はい。 じゃあね、実際にあの、ポコ X3 の、ポコ X3 プロの方ね、実際見ていこうと思います。箱としてはね、こういう感じでね、立派な方箱で届きましたね。これはね、あのー、綺麗に梱包されてね <laughs>、ボコボコになることなく、綺、え、麗、ー、な状態で届きましたんで、で、こいつをね、中を開けていくと、まあ、スマホ入ってるんですけど、もう実機ね、もう出してますんで、こんな感じです、実機ね。はい、こんな感じで入ってます。で、見ての通りね、 あのー、出した時点でね、表面にね、あのー、あれが貼ってあります。表面に保護フィルム。すごいですね。最近のスマホメーカーさんってもう保護フィルム貼ってくれてるんですねと思って、もうね、綺麗に貼ってありました。ね、これ普通素人やるとさ、すごい。 空気入るじゃないですか。空気入ってクッキュッキュッってやったりとかね。端っこからベラベラベラって剥がれちゃったりしてね。ここら辺ね、素人がやるとね。なんかここら辺浮いちゃったりしてね。えー、で、なんだかんだ、なんかこう髪の毛入っちゃったりしてね。えー、なんだかんだ縮れた毛入ってんじゃねえかみたいな感じになるんですけれども。あのー、もうねここの、もう最近の中国メーカーすごいなと思いますね。シャオミーすごいなと思ったのが本当貼る技術がすごいなって思ってで、ね、も、もう空気一つなくピターって貼っておりましたね。 えっていう感じのね、綺麗な状態で届いてます。で、さらにね、こういうね、こういう保護のね、これも入ってました。はい。保護用のね。で、あのー、ここね、大きな丸があってであるんですけど、これカメラの部分で、もう見ての通り、ほら、ここにね、ボトムズがいますね、ここに。完全にボトムズがいますね。うん。 きち、って回ってくるんですよね。で、これ回らないんですけど、実際ね。カメラがね、1,2,3,4つついてます。もうね、何のカメラかよくわかんないですけどね。だからね、もう、それなりにね、画面、あの、すごい綺麗に撮れると思います。うん。 で、これだけね、立派なスマホになってるんだ、なんて思ってね。ただね、これも今日も話してたんですけど、ゲーミングスマホのために使うんで, <laughs> で、あのー、一切ね、シムカードも入ってないですし、あの、Wi-Fi だけ繋いでます。Wi-Fi は繋いでますが、シムカードも入ってないですし、カメラもね、犬を何枚か撮ったぐらいで <laughs>、<laughs> うちのワンちゃん撮ったぐらいですね。はい。っていう感じでね、綺麗に撮りました。あのー、 なんていうの単焦点とかね、背景ぼかしとかもできるようになってて、かなりね、綺麗に撮れるようになってますんで、あの、カメラとしても使ってもいいんじゃないかなと思います。高精度なね、カメラかなと思ってます。ね。はい。で、電源ボタンがね、ここにあって、えあとは、え音量ですね。あと、シムカードとかここに入ってるかなと。あと、こっちはイヤホンジャックと、イヤホンジャックいいですよね。最近のスマホ入ってないですからね、その、iPhone とかね、イヤホンジャックなくてね、こっから音声取るみたいな。 C タイプから撮るみたいな感じになってますからね。僕は2つあった方が好きですね。うん。イヤホン使うかっていうところもあるんですけど <laughs>。はい。っていう感じになってます。じゃあ早速ね、電源ポチッと押していくと、こんな感じでね、ほぼほぼ全画面なね、感じで。えー、いい感じですね。うん。じゃあちょっとね、うん、画面チラッと見、お見せするんですけど、こんな感じでね、もうエミュレーター大量に入れてます。はい。こんな感じになって、じゃあもう快適動作ですね。 うん。スラスラスラっていった感じです。ごくね、滑らかに動く感じでやっぱりね、性能がいいスマホだなと。今使ってる僕のね、あのー、3年前のスマホとは大違いで <laughs>、かなり快適に動くなといった感じでございますね。うん。 なんか、怪しいデータ載ってないかななんて思。大丈夫ですね。ファンザとかないですね。はい、大丈夫ですね。<laughs> はい。じゃあね、早速ね、この箱の中もちょっと見ていきましょうか。せっかくなんでね。で、この二つ入ってましたっていうことと、あとね、あのー、まあ、なんかカードですね。ウェルカムカードとか、あと説明書とかですね。説明。これはあの、相馬ホワイっていつですね。 で、あとこれ引っ張って取ると、説明書ですね。説明書とか、あとシールとか入ってますね。ポコシールね。ポコシールですね。ポコ。ポコって合ってるのかわかんないですけどね。えー、とか、あと説明書が入ってます。あとここにね、あの、SIM カード開けるときのね、針金が入ってます。これ結構重要ですんで、なくさないでください。SD カードとかもね、抜き差しするとき、これどうしても必要になってきますので,で。で、あとね、アダプタですね。これ海外向けのやつが入ってたんですけれども、あの、バングットさん優しいんで、あの、こういうね、 あの、こういうのを入れてくれました、一緒に。はい。この、ね、電源変換用のやつね。で、これをね、カチッと、こんな感じでね、充電できるんですけど、まあ、すでにもう家にね、タイプ C の、あのー、充電器なんか草ロードあるっていう人が多いと思うんですけどね。<laughs> バングッドゥーさんこれ付けてくれましたね。まあ、ちょっと全員、全員で付けてくれるかわかんないんですけど、この変換器がね、一緒に入ってました。こんな感じでね、つけていただければなといった感じと、あとは、これ、ちょっとね、もう使っちゃってるんですけど、タイプ C ですね。タイプ C の、 えー、充電機能の、あのー、USB が付いてましたという感じで。えー、これですね。こんな感じの。あうぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃってるんですけど。<laughs> はい。こんな感じで、えっ、ー、と、タイプ C のね。うん。で、一つがこっちのタイプ C と、こっちの普通の大きめの USB ですね。えー、っていう感じでね、えー、いろいろ付けてくれましたといった感じでございます。なのでね、まあ、結構ね、 いろいろな、充実なセット内容かなといった感じですね。うん、特にすごいね、やっぱりね、これに保護フィルム貼ってくれてるっていうのと、あのー、これですね、このケースがしっかりついてるっていうところですね。うん。という感じでね、かなり最近の中国メーカー、すごいなっていった感じです。はい。じゃあね、実際にね、えー、こちらの方を動かしていこうかななんて思っておりますが、まずね、じゃあね、あの、先ほどの、これですね。これ。はい。これ。 あるじゃないですか。ええー、と、X2 だったかな <laughs> 名前忘れちゃいましたね。<laughs> えー、これがね、X2 ですね。タイプ C。これをね、どうやって付けていくかっていうとね、まあ、もう本当にシンプルにね、これをね、合体っていう、あの、本当ね、あの、なんつったらいいんですかね。あの、なんだろうね。こんな感じで、普通に、斜めにこうやって動くようになってて、うん。こんな感じで、あの、マジンガー Z のね、 感じで <laughs>。こんな感じで、ガチャンってやれば、これで終わりです。はい。うん。いいですね。うん。ま、いろいろニュースとかが出てくるんですけども、こんな感じで、え遊ぶっていう感じになりますんで、もうこの状態ですでにね、完成してるといった感じですね <laughs>。ゲーミングスマホが完成してるといった感じです。で、この合体した時のサイズ感の比較としてね、何か、比較したいなと思って、手元にね、あの、RGB10 Max 持ってきました。 RGB10 Max よりはちょっと大きいかなっていう感じです。一サイズね。このスマホ自体がね、もう RGB10 Max とほぼほぼ大きいさは同じぐらいですね。パ <laughs> ッと見ね。はい。っていう感じのものになってます。うん。いいですね。サイズ感としては若干大きいんですけど、ま、まだまだ任天堂 t e n d Switch よりは、 あの、ちっちゃいかなといった感じですね。うん。で、他にね、最近のものと比較すると、ポーキーディ X17 と比較するとどうなのっていうことで、手元にね、ポーキーディ X17 持ってきました。<laughs> はい。ポーキーディ X17 とね、ここのサイズは一緒なんですけど、画面サイズがね、<laughs> 全然でかいんでね、ポーキーディ X17 の7インチがでかいんでね。えー、それと比べるとやっぱちっちゃいかなといった感じです。重ねるとこんな感じですね。うん。まあ、長さ的には一緒なんですけれども、まあ、 うん、縦の長さって言うんですかね。ここの高さっていうんですかね。ここの長さは全然違う。こっちもちっちゃいかなといった感じでございます。まあ、サイズ感はこんな感じで、重さとしてはね、ポーキーで X17 よりは軽いです、これ。はい。ポーキーで X17440 とかね、それぐらいあるんで、えー、それよりもね、360ぐらいになってるんで、まあ、軽いかなといった感じでございます。はい。 で、ここね、セットするとね、ここ青く光るんで、本当にね、何にもインストールの手順とか必要ないです。刺すだけでいけます、これ。はい。こんな便利なことあるっていうぐらいね。えー、なのでね、抜けばね、普通のスマホになるんで、まあ、電話として使いたいなっていう人もね、えー、ぜひね、そのまま抜いて使っていただければと思いますんでね。すごくね、あの、僕はねこ、それよりもゲーミングスマホを完全に作るというところにね、今回注力してますんで、はい。 えー、こんな感じのサイズ感になっております。はい。で、本日はね、このポコ X3 で、あの、ゲーミングということで、もうこれでセットで完了です。はい。あのー、スマホにこれを挿すだけ。うん。これでね、ゲーミングスマホの完成でございます。はい。あとはね、好きなエミュレーターをね、あのー、 なん Google Play Store からね、えー、ダウンロードしてきてくださいっていう感じなんですけれども、これのね、今日一番何したかったかっていうとね、この、あの、PlayStation 2のね、エミュレーターがね、あの、落ちてんですよ。あの、あそこでね、Google Play Store でね。で、これがね、有料版で、えー、1000円ぐらいですかね。 うん、無料版もあって、無料版でちょっと体験した後に、まあこれだったらいいかなということで、無料版から有料版にアップデートといった感じでございます。で、すごいのがね、これ SD カードにプレイステーション2のソフトね、大量に入れて持ってきてるんですけども、まあそれを指してるんですけれども、で、これもね、あのスキャンってボタンを押すと自動で読み込んでくれます。全部のフォルダをね、自動でバーっともう読み込んでもらって、で、パッケージアウトも全部自動で持ってくるような作りになってます。すごいですよね。で、これでね、こんな これだけありますよっていっぱい持ってきて、えー、くれたソフトの中でね。パッケージアウトもこんな感じで。まあ、ないのもありますけどね。これ何がないんだろうな。えー、ドラクオンドラグーンがないっていう感じになってますけどね、えー。これだけ入れてます、今のとこね。で、今日はね、簡単に2本ぐらい動かそうかなと思ってるんですけれども、もうほんとね、これ視聴者さんからね、これプレステ2動くらしいよってことで、ぜひ、あの、検証してほしいっていうことから、えー、今回ね、えー、このセット提供いただいてます。で、今日はね、 僕入れたのはグラディウスファイでちょっと遊んでいこうかなと思ってます。まあ、そこそこ重たいかなと思うんですよね、グラディウスはね。うん。動くかなうん、来てますね。うん。で、BIOS がね、これ必要になってきますんで、BIOS もね、入れてます。プレステ2のね、BIOS ファイルと一緒にね、入れてる状態になります。で、ナミの,のロゴが出てきましたね。ちょっと読み込み長いかなっていう感じで、まあ、プレステ t 2なんでね、こんなもんかななんて。 いう感じで。で、ムービーがね、流れてくるはずですね。グラディウス5の場合はね。<laughs> あ、来ましたね。ああ、来ましたね。こんな感じでね。うん、なんか特にこれといって、激しく、ちょっと音量上げますね。ちょっとね、音飛んでたりしますけど、ムービーのね。全然、あのー、問題ないぐらいな、ぬめぬめした動きになりますね。こんな快適に動くんだってぐらいね。 感じでございます。うん、かっこいいね。はい。っていう感じで、ちょっとね、あの、本題のゲームの方に行きましょうかね。えーと、どうしようかな。まずね、コンフィグでちょっとね、あ、なコンフィグで難易度落としていきたいと思います。<laughs> 難しいんだもんっていうね、えー、機種台をね、機種を5期にしてね、こんな感じで行こうかなと思います。よしょ。 はい、セレクトですね。まあ、これですかね。普通のノーマルタイプの装備でいきますで。で、多分ね、動くかなうん、来てますね。こんな感じで、めちゃめちゃムメム動いてますね。あめちゃめちゃ快適ですね。とりあえずね、グラディエスといえば、あの、このね、出だしからね、入ってきて、 ま,あまずねオプションつけたいなっていった感じですねはいめちゃめちゃカプセルが落ちてるんだけどカプセルのねおめちゃめちゃ快適めちゃめちゃ快適ですねぬめぬめ動いてますすごいですねこれいきなりビッグコアですねあぶないぶんぶん倒せるかなこれいきなりビッグコアですからね ああ、強い。あ、倒しましたね。危ない、危ない、危ない、危ない。<laughs> うわあ、めちゃめちゃいる。ああ、いる。うん。カン倒しましたね。めちゃめちゃ快適に動きますよ、これ。すごいヌメヌメ動いてるのわかるかなと思うんですけど、ちょっと音量うるさいですね。ちょっとテンション上がりすぎちゃってはい。こんな感じでね、すごい快適に動いてます。 でこれもいけるかないけましたねはい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 この人工対応をね壊せる時代が来ましたからねいつもこの人工対応でこの、ね、悩,ませ悩まされるっていうところがありますけどねはいこれで奥さん2つ目ですねまあちょっとね難易度落としてるんでね今回はね <laughs> <laughs> 僕のあの、訓練の、あの、結果ね、えもう年にはかなわないなっていうことでね <laughs>、難易度落としてますけどね、こんな感じでかなりね、快適に動いてる感じがわかるかなと思います。カメラ見ながらやるとね、危なかったりするようですね。ヒヤッとします。あ、危ねえ。ひやっとしますね。本当ね。うん、早くバリアつけたい。バリアつけたいですね、バリアがね。あ、危ねえな、ヒヤッとするな、これ。 シアリーハットですね、ここで <laughs> もうやめて、こんなに膨らんだり腫れたりするのも、ね本ほんと。まあ、もうつけたいな、バリア。バリアつけたいけど、カプセルが全然来ない。こんなに腫れたり膨らんだりしないで。ああ、危ねえ。 はい、こんな感じですね。そろそろ一面のボスかなここね、区切り抜けましたんで。まあ、ちょっとボ、ちゃんとね、あの、バリアつけたいですね。<laughs> 今はね。まあ一番バリアつけたいですね。バリアつけれるかなこれか。よし。はい、こんな感じですね。で、ちょっとね、こういうボス戦とか処理、処理速度がね、若干重たくなるんでね。でもそれでもかなりルメルメ動いてる方だと思います、これ。すごいでしょ、これ。ねえ。 プレステ2がこんなに快適に動くなんていいですよ。このご時世にね、すごいですね。ちょっとこのボス強いんでね。一面からこの難易度なんでね <laughs>。やめてよって感じですよね。もう一面からこの、モアイの輪っか出すのやめてよって思いますけどね、はいはい。はい、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 来ましたね。来ました、来ました、来ました。嫌な、嫌な回転が入りますよ。 こんなに攻撃してるのに、これやめてよっていう感じですよね。危ない危ない危ない。ああバリア消えちゃった。バリア消えちゃったよ。危ない危ない危ない。危ない危ない。危ない,危ない,危ない死んじゃった。<laughs> これ難しいよね。ほんとね。難しいですよ、これはね。初見殺しですよね。はい、で、いう感じで、ここにやっと入っちゃえばね。よし はい。もう当たんないです、ここ。最強ですね。<laughs> ずるいですね。もう何回やってんだって話ですね。このグラディウスもね。で、ちょっとね、爆発シーンがね、かなりね、負荷がかかってるかなっていう感じがありますね。はい。っていう感じでございます。まあグラディウスのね、一面クリアでございますけどね。見ての通りね、かなり快適に動いてる感じですよね。はい。まあちょっとね、次のゲーム、もう一本ぐらいね、動かしていこうかなと思います。 はい。じゃあ、二本目なんですけど、悪魔女をドラキュラにしますね。闇の封印ということで。今日はね、二本だけ動かします。で、まあ、あーって言っていきましょうか。はい。決定でね。まあ、ぱっと見動いてるかなといった感じですね。よし。まあ、上書きしてもいいですかっていうことで、上書きしていきましょう。 まあもうね、実はね、事前に動かしてます。はい。えー、結構ね、動くかなって言った感じなのかなと思ってるんですけどね。悪魔城のドラキュラってね、スーパーコンソール XPC ボックスだとね、ちょっとね、画面がバグっててね、遊べるっちゃ遊べるんだけど、PC ボックスだとね、遊びに行くかったってい思い出のゲームだったんで、ちょっとね、こっちのスマホでいけるかなって言った感じでございますけど、パッと見ね、かなり動いてるかなって言った感じですね。音も飛んでないですからね。 正ンアンパイアハンターいいですねもうなんか雰囲気がいいですねその仲間の活躍によりその戦いは人間の勝利で幕を閉じるめちゃめちゃ快適ですねこれね <laughs> しかしドラキュラはただ滅びたわけではなかったヨーロッパ全土をう呪いを残していたのだ人間の

さすがね、もうベンチマークテストの五、ね、55万点超えっていうね。さすがにぬるぬる動くなっていう感じですね。っていう感じでね、まあ、し、お城からスタートですね。手元でね、これだけ遊べるってすごいです、やっぱり。で、相変わらずね、えー、悪魔城に入っていく感じですね。音も飛んでないですね、これといって。 はい、ちょっとね、スキップしていきましょうかね。長いんで。で、こんな感じでね、動きがね、見ての通りね、めちゃめちゃヌメヌね、動いてますね。これ、快適でしょ、これ。<laughs> めちゃめちゃ快適でしょ、これ。<laughs> 悪魔女のドラッキュラ、快適すぎだろうっていうね。ね、今から悪魔女入ってくんですけど、こっね。これが、こいこいう感じでね、ちょっとね、 白に入るとちょっとぬめぬめ感が若干重たくなったかなって感じがしますけど。おぉ、いきなり首出てきましたね、はい。いきなり来ましたね。敵ですね。で、こんな感じで。快適だろうっていう。ちょっとね、固めなんですよ。いきなりね。この一番最初の敵がね。よし。ほねはい、倒しました。 かなりね、遊べるかと思います。もう、ぬめぬめですね、動きが。ちょっと一時止まって、止まりましたね、今、一瞬ね。で、こんな感じで、アイテムを拾ったりとか、ここは逆、玉座かな確か。玉座ですね。セーブポイントですね。うん、セーブポイントですね、ここね。まあ、ちょっと飛ばしていきましょう。こんな感じで、ね、かなりね、快適に遊べる感じですね。 本当にね、あくまドラキュラってね、今までね、全然遊べなかったんですよ、これ。なんか画面がバグっちゃったみたいな感じになっちゃってね。よし。よし。でこういうところがね、敵拾ってたりね。ちょっと敵出ると重たくなるかなって感じはありますけれども、まあ、全然いける感じだと思いますね。うん。おいいですね。 まあ、もともとね、こんな感じでね、だらっぴろいところでね、敵があんまり出てこないゲームなんですよ、このゲームって <laughs>。で、進めていくんだけど、ちょっともうちょっとね、早く走れたりするといいんですけど、走れないんでね、ことだよね。ええ。プレステッツの時でもこのゲーム発売日に変わましたから、僕もね。結構進めましたよ。クリアはしなかったんですよ、確か。こんな感じで。もう三国無双みたいな感じだよね。 アラリスティックとかって書いてますけど。まあ、こんな感じでね、かなりね、ぬめ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 動いてるかなといった感じですね。はい。プレステ2もね、そこそこね、ちゃんと遊べる感じあレベルアップしましたね。<laughs> 感じでございますね。はい。っていう感じでね、悪魔女ドラキュラもね、めちゃめちゃ快適に動いてます、これ。ねいいですね。 手元ね、プレステ2が遊べる時代がやってきましたねって感じでございますね。はい。っていう感じでございます。はい、いいですね。はい、これ外出ましたね。はい。入れてますね。はい、こんな感じで引き続きね、遊べるかなといった感じでございますと。はい。はい、ということで、まあ動作チェックこんな感じでね、 えープレイステーション2のソフトがね、かなり快適に動いてる状態がわかるかと思います。で、これもね、プレイステーションソフトの、ね、中でも動かないのに当然あります。これね、エミュレーター自体がね、まだ開発段階にあるんで、まあ、更新が、更新が続けばね、えー、これがだん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 動くようになってくんじゃないかなとは思っております。ね、これもね、1年ぐらい前はね、全然動かないエミュレーターだったんですけれども、最近だってね、結構動くようになったっていう、かなり動くようになったっていうところでございます。 まあ、それとね、スマホのね、スペックがね、年々ね、上がってきているってところもあるかな、なんて思います。うん。まあ、それでだん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 動いていくんじゃないかな、なんて期待しつつね、って思っております。じゃあ、最後にね、お値段になります。で、まず一番最初のね、えこちらの、えーと、なんだっけな Type、X2 Type-C ですね。こちらのものが、バングッドさんで今売ってまして、えー、イトチャンネル用にね、こちらもコード、えー、 作ってもらいました。割引コードで、クーポンコードで、えー、適用することで、6492円ということで、もうアマゾンがね、これいくらだって8000円くらいで売ってたかな ?7000 何ぼとかだったと思いますんで、まあ、1000円くらい。かなりアマゾンよりかなり安い状態になってるかなと思います。で、それ以外にもね、こちらにもう一つあるんですけれども、左側にね、ここね、これ、Bluetooth 版も出てます。Bluetooth 版はね、あの、中に電池で、ね、充電しなきゃいけないんですよね。Bluetooth の電波飛ばして。だからね、 あの、あるんですけれども、まあ、あの、どっちがいいかっていうのはもう自分の好みの、自分のゲームのプレイスタイルに合わせてご購入検討いただければな、なんて思いますけれども、いかがでしょうかね。僕はね、このタイプ C かなり気に入りましたね。っていうのもね、あのー、 まあ、一番はいいのは挿すだけっていうところですね <laughs>。タイプ C のあの、ノズルに挿すだけっていう、USB の t y タイプ C のところに挿すだけっていうところで、コントローラーが自動に読み込まれるっていう、何の細かい設定も必要ない状態だったんで、これおすすめですね。で、あとはね、タイプ C のいいところはね、あと刺しながら充電できるっていうところですね。多分、Bluetooth 版だとね、充電しながらってで難しいんじゃないかななんて思いますけれども、まあ、あのー、充電しなあできるか。Bluetooth 版もね、充電しながら遊べると思います。 ですす。常に Bluetooth 使うから多分電池が結構消費するんじゃないかなと思うんで。なのでスマホかスマホ自体充電しながら遊べないんですね。Bluetooth 版はね。こっちスマホ、ね、タイプ C はね、スマホも充電しながら遊べるんで、かなりお得な。お得なっていうか使いやすい。使い勝手がいいかなっていうので、こっちの方が人気みたいですね。えー、ょっちの方が若干高いですね。 はい。っていう状態に価格設定。これをちょっと日本円入れとくの忘れました。はい。僕、こっち使ったのこっちない。こっちにタイプ C のものになりまして、色もね、この灰色のものになります。はい。っていうことになりますね。じゃあ続いて、ポ、え、コ、ー、ですね。ポコ X3 Pro なんですけど、これいくらだと思います皆さん。<laughs> 皆さんこれいくらぐらいだと思いますスマホって普通ね、えー、普通にドコモショップとか行くとね、えー、十何万とかね。 すると思うんですよ。それでも、安いので5万ぐらいかな、なんてね、思う、大思いだと思うんですよね、皆さんね。えー、ところがね、このバングッドさんの値段見るとね、ビビりますよ、これ。めちゃめちゃビビりますよ。はい。えー、シャオミーポコ X3 プロなんですけれども、2タイプで出て、えー、6、内蔵メモリがね、128GB。こちらがね、えー、っとね、糸チャンネル専用にコード、ね、専用コードで、23,597円になります。 安っ <laughs> 安っって思っちゃいました。これ、これ一番安いですね。これビビりますね。これだけのスペックのものが23,000円ですよ。23,597円。安っ <laughs> <laughs> マジかって思っちゃいましたね。はい。まあ、今後もね、エミュレーターのテストやっていきますけれども、まあ、プレステ2であれだけ動くんだから、もう他もバリバリ動くと思います。はい。これはね、今後、あの、僕の動画をね、えー、見ていっていただければ、多分、あのー、あ、こんなに動くんだったら買おうかな、みたいな感じになると思うんですけれども、9月11日までなんでね、えー、そこだけ注意してください。この、この価格でね、いくらぐらい引く、2000円ぐらい引いてるのかな ?2000 円ぐらい引いてますんで、えー、糸チャンネル用にね、クーポンコード適用で2000円ぐらい引いてくれてます。はい はい。いいね。<laughs> これで最高ですね。で、ちなみにね、これとね、1番と2番ね、一応あるんですけれども、2番の方はね、えー、ストレージがね、256GB、メモリがね、8GB になってて、えー、こういうも違いがあるんですけれども、で、あのー、ベンチマークテストではそんなに差はないです、この2つ。えー、で、も今日ね、僕使ったのはこっちの2番の方になりますね。グローバルバージョンのね、グローバルバージョンの 8GB メモリの2ゴロメガのストレージのもの。 でも、今日動かしてます。で、これがね、えー、クーポンコードを使うことによって2、28000円ですね。これでも安いですよね。まあ、5000円差だからこっちの方がコスパいいと思います、僕は。は,い、はっきり言うと、このね、製品見た目一緒だからね、こっちの方がコスパいいと思います、一番ね。うん。ね、ほぼほぼ、あの、ベンチマークテスト結果一緒ですからね、ほぼほぼ、若干ね、落ちてますけど、こっちの方がね。そんなに変わんないと思います。 っていう感じで、僕はとりあえず今日動かしたのはこっちのね、2番のね、グローバルバージョン8、8メガ、8メモリのえ2ゴロギガのものを使ってますんで。で、これも9月11日までね、コード適用になりまして、まあ900円引きぐらいですね。こっちのがね、クーポンコードすごいですね。はい。クーポンコード爆発してますね、こっちね。はい。っていう感じになっております。 で、実はね、これだけじゃなくて、さらにね、8月発売のポコのね、8月発売、シャオミーポコのね、新作が出てて、バングットさんこちらについてもね、僕レビューしてないんですけれども、えー、こちらについてもクーポンコードを出していただきました。で、値段がね、36,829円から34,000円。これも2,000円ぐらい引いてくれてんのかな ?2,000 円ぐらい引いてくれてて、これクーポンコードのね、締め切りがね、今日見て欲しくなったら今日すぐ買ってください。<laughs> はい。 明日で、明日で締め切りなんで、あの、これはね、あの、僕、牧用っていうかもう事前にあったのかもしれないですね。え、これだけ安くなってます。このね、新作のシャ o ミ i のポコ X8、X3 の GT8 ってやつですね。二頃、二ロの容量のやつですね。ちょっと高いんですけれども、これのね、あの、アントゥートのベンチマークテストを調べたら、60万超えですって。はい。スコア60万超えのね、とんでもねえバケモンですね <laughs>。はい。 だからね、あの、さっきの前のページのよりもかなり動くと思います、これは <laughs>。まあ今のやつでも十分動くんですけど、もっとね、怪物級のものになってますんで、最新機種のね、こちらの方に方が興味あるっていう方はね、あの、さっきのやつよりも全然ね、さらにランクの高いものになりますんでね、こちら。あの、細かいね、あの、スペックとかはね、自分で調べていただいてね <laughs>、僕はこれ今日ちょっと持ってないんでね、こちらの方も、ええー、 ね、クーポンコード発行してくれたんで、こっちの方がいいよっていう方はね、えー、こちらのお金持ってるよっていう人はね、お金持ってて、あの、プレステ2で遊びたいよっていう人はね、こっちの方で遊んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。基本的にね、デザインが変わってくるんでね、こういうところのね、えー、ボトムズじゃなくなっちゃいますね。うん。ボトムズがいいっていう方は、こちらの、こちらのね、方に行っていただければなと思いますんでね。はい。ということで、えー、ポコ X3 プロの値段ですけれども、もう超破格でございますね。<laughs> 2万3000円でスマホ買えるってね。なんだったらね、今使ってるスマホのね、SIM カード抜いて、こっちに挿していただいて使ってね。で、ゲームも一緒に遊ぶっていう手もね、ありだと思います。僕はね。スマホを買い換えるっていうところでね、えいいと思いますけれどね。グローバルバージョンだから多分使えるんでしょうね。SIM カードさえ刺しちゃえばね。僕もちょっとそこら辺詳しくないんですけどね。うん。あと、こっちらの方もね、え、最新作の機種もね、ぜひよろしくお願いします。といった感じでございます。 はい。ということで、いかがだったでしょうかシャオミ o ポコ X3 プロでございますけれども、まあ僕のね、率直な感想はね、届いて、あのー、セッティングした時に、えこれだけ これで終わりっていう感じでしたね。<laughs> こんなに簡単なのみたいなね、感じでしたね。で、さらにね、プレステ2を動かした時にソフトを入れて動いた時の感動。<laughs> 手元でプレステ2遊べるっていうね、この感動はね、やっぱりね、皆さんに味わっていただきたいと思ったんで、で、しかもね、値段見たら、高い、高いかっていうと僕はね、2万超えてるから安くはないと思いますよ、当然ね。安くはないんだけれども、このスペックのものがこれだけの価格だ だって、ね、普通に、ね、スマホ買いに行くと10万ぐらいいっちゃうじゃないですかね。うん、スマホ会社行くとね、一括で買っても10万とか今する中で、これが2万3000円とかでね、安もんだなんて思いつつも、安もんだから低スペックだろうなんて思ったら、ね、掘り起こしてみたら、ね、 すげえ高スペックなんだもんで <laughs>、これは買いだと思いますけれどもね。<laughs> はい。ということでございます。で、今後もね、あの、こちらのシャオミーポコ X3 プロのエミュレーター検証はね、ね、えー、デイリーでやっていこうと思っております。ドリームキャストなりね。 えー、セガサターンなり、えー、プレイステーションなり、えー、いろいろとね、動かしていこうと思っておりますので、えー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとは、今日のね、動画見て、お、感動したぜ俺も感動したぜっていう方いましたらね、グッドボタンを押していただければなと思っております。えー、ということで、えー、今日はこんな感じで終わりたいと思います。えー、バングッドさんの、えー、提供でございました。バングッドバングットさん、いつもありがとうございます。はい、伊藤チャンネルでした。ありがとうございます。